マノッチです。よろしくお願いします。ブルーロック、やっていきましょう。ナイト変わらずです。後半戦の頭ですね。開始まで来ました。8月の1日。ゲーム差が12。このまま行けばね、もちろん最下位は避けれるんですけども、ちょっと A クラスが怪しくなってきてるんですよね。てか、もうだいぶきついかなと。その去年に比べればもう全然成績はいいんですけども、やっぱもう1段階2段階上はちょっと行きたいですよね。はい、コメント読んでいきましょう。昨日が取りためだったので前々回の分から、読んでいきたいと思います。1番に走力のある選手か盗塁能力のある選手で盗塁をして、2番に小技などバントをして、3番に間内さんが信用できる選手でヒットを打って点を取る試合が見てみたいです。そうなると多分3番がアリングか浅間選手、あと股野君、ブルーロックっていうことを考えたら浅間選手かとかになってくるよね。あんまやってないね、そういえばこういうパターンってあんまりやってないね。明日友達の結婚式の動画作りのために花嫁になります。30歳男なんですけど逮捕されないように頑張ります。 DM で着るやつ送るから見てね。俺さ、取りためだったから今朝見たんだよ、このコメントで。 DM だけは見てたんだよ、いきなりポンって花嫁衣装送られた俺の気持ち想像できるかい。すごいびっくりしたよ、マジで頭の中ハテナだったかんね。新里くん、今後起用される可能性があるのだろうかと。ちょっとないかなとなさそうではあるよね。アメリカリーグ行くにはリーグ優勝が条件。そっか、ちょっと、そうだね、このコメント通りちょっと厳しいかもね。マノチ呪術回戦見てる。見てたになんのかな。マネージャーが面白いって言ってて、で、読んでみたんですね、漫画。7巻ぐらいだったかな、らへんちょっとギブアップしちゃいましたね。おっさんとおじさんの違いって何ですか。中川家礼二さん、おじさんだよね。あの人がコントの役に入ったらもうおっさんだよね。なんかうまいこと言った気がする。なんか知らないけどアリングって聞いてアトキンソン思い出した。もう一人こう アで始まる助っ人外国人選手が目立つようなことが今後あれば、ロトの紋章のなんか三勇者みたいな感じになってかっこいいね。大阪の池田っていうところはチキンラーメン発祥の地で有名ですよ。そうなんだ。俺あれなんだよね、大阪駅にもある前、大阪駅の前にある歩道橋が見たいのと、あとやっぱお好み焼きだよね。もうその2つのためだけに行きたいと思ってるから。規定投球回、あと規定打席数、下の欄に書いてますよと。さっきね、動画撮る前に確認したんですけれども、書いてありました、ありがとうございます。規定打席数は今こんな感じで、はい、いい感じじゃないですか。1チームが6人も出れば。規定投球回の84がね、達成してないんですよね、届いてないんですよね。今日マノッチみたいな人がいて、マノッチさんですかって聞いたら違うって言われた。後々冷静に考えれば俺が住んでるの愛知。これね、前にもなんかコメントいただいた記憶があって、マノッチっぽいのいたって。でそれも確か愛知だったと思うんだよな。同じ方ではないよね。どうなんだ、ちょっともう何年か前の話だから。愛知に俺いるのかな。もしかして10億当たったんですか。10億ってなんだよ、宝くじかい。当たってない。俺があれでしょ、大阪住みたいな、住もうか、どっか田舎に家建てて住もうか迷ってるみたいなこと話したからでしょ。ただただもしもの話で想像してただけ。 Happy birthday to you。 よし行こうか。で、ですね、コメントで投手の起用法を変えた方がいいんじゃないかというコメントいただきまして、ちょっとさっき確認してたんだけど、どれがいいんだろう、この状態だったのさ。これは完投とかにした方がいいのか、どれが一番いい成績で一番イニング数を稼げるのか。選手の能力に思いっきり左右されそうだけど、どれもね。
調子次第とかにしようが、できるだけ投げさせてくれんでしょ。だったらこれかな。お任せは多分あんまり良くないんだろうな、多分な。これに感じしとこうかな。でリリーフェイスでこんな感じで、まあ言っときましょうか。どれがいいのかが分かんない。あとね、ルーキー能力判明しました。八木沼くんこんな感じでございます。まあちょっと守備力がね結構、下がってはしまったんですけど、打力が上がってましたね。まあまあ打てるキャッチャーじゃないですか。いいんじゃないですかね。でピッチャー、米村くん、はい、まあ能力見る限りは防御率16の3敗で落ち着くような選手ではないような気はするんだよね。まあ今日ちょっと先発行くか迷ってるんですけど、あと藤波さんをねちょっと先発には持ってきたんですよ。まだ1回も投げてないんですけどね。どっち行こうかな。調子悪いしな、この2人は投げたばっかかな。藤波さん行きますか。いや多分ここで俺米村君投げさせなければ動画に出ることない気がするな。まあとりあえず行きましょう、藤波選手で。藤波選手でいきますよ。どうしようかな。あ、対左オーダーか。盗塁できる選手1番か。宗くん1番とか言ってみますか。ちょっと なんかもったいねえな、マタノ君8番はな。今日この6、7の並びがすごい好きなんだよね俺ね。あ、いい、5番、5番いいじゃん。なんかやってくれんじゃない、ノリノリだし。行こうか。よし、こんな感じで行きましょうか。ユニフォーム似てる、これ。よし、これでいきますか。ちょっとストーブ消してきていい。はい、では行きましょう。いや、向こう1番 DH ってなってるけどさ、なんかね俺ね1番 DH ってねあんまり好まない。なんかね別に全然いいじゃん1番 DH でも。だからなんかねすごいもったいないような気がしてくるんだよね1番 DH って。ブルーチキンズの先発だ、神様仏様、何ももったいないことはないけどね、実際何もないんだけどさ、なんかもったいないなって気がしちゃうんだよな。左の田島、これが15試合目の登板、ま、頑張りますか。注目の立ち上がり、バッターレッドレーザービーム宗、プレイボール。いや勝ちたいね、勝ちたいね。ランナーはありません。バッター俊足の男前関根、はい、投球これから4球目。インコースのボール、ナバッチ走ります。関根いいバッティングを見せました。さあ、ちょっときついかな若月選手。今現在の能力がどうなってるかだよね。変わってなくね。あ、思ったより若かった。もしかして肩下がってくかなって期待をしてないよな。ちょっと走るのやめようか。はい、投球これから4球目、打ちました。月がフォースアウト、どまい、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。まあまあまあ、まずはヒット出ましたからね。神様仏様王子様藤波、頑張ろうぜ。9試合目の登板、まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、はい、攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者佐野、91キロ速球、空振り三振。おい、全くタイミングが合いません。投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライダーでライトへ。ちょっとあれですな、スロースターター持ってる間 1回2回はちょっと なんとか踏ん張りたいね。もう失点なしでなんとか乗り切りたい。さあ集中してこの対戦に挑みます。第3球を投げました、打った、二塁ランナー
うまい、助かった。敬遠してもう敬遠して、いやもう集中使っていいんじゃないか。ほう、オッケーね、ピッチ。オッケー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 、いいよ。では改めて藤波2アウト3塁の2回の表、ブルーチキンズ攻撃に入ります。はい、バッターはバントの3塁打、アリウク打ちました。お前、いやー昨日の夜さ寝れなくてさ、まあ、結構ヘロヘロに疲れてた日で、で眠気もしっかりあって、で布団に入ったんだよね、7時ぐらいかな入ったんだよ。でよし寝ようと思ったら、なんかこう、ま、枕がフィットしないなみたいな、まあ、そういう時ってあるじゃん。で枕フィットしないなと思って、で枕ちょっと位置変えたりとか、ちょっと枕をこう折りたたんで高さ変えたりとかして、でまあまあなんかあんまフィットしないけど、まあまあいいかと、ね、目つぶろっと。そしたらなんか今度ね、こう布団全体と俺の体がフィットしてないような感覚、もう枕もその布団も敷布団も掛け布団も全部含めて、よくわからんけど落ち着かんっていう日ってあるじゃん、あるでしょ。昨日それだったの、うわっと思って、あ寝れないやつだと思って、うわどうしようかなと思って、もう そういう時はもう無理に目つぶらずに、まあ、ちょっと、まあ、布団の中でねゴロゴロして起きてようと思って、で電気もつけて、でスマホでなんか漫画ないかなって探してたんですよ。そしたらあのイリューが、6巻分だったかな、サンデーのアプリだったかな、確か6巻分無料で、ああいいじゃんと思って、結構見れるじゃんと思って、というか松井裕樹選手はすごいですね本当にね、これねとんでもないことになってんね。やったね、スロースタート取れたね、もう大丈夫だね。イリューよ、まあ、結果的に5巻まで読んだんだけど、面白くて読んでたんだけど、俺なんやかんや寝たの11時ぐらいですよ。久々ね、目の下にクマできてるんだ今できちゃったんだ。あ打点ランキングアリングいい感じじゃん、頑張れ。ドンマイ、これでワンアウトランナーはありません。バッター俊足の男前関根、はい、第3球打った白崎、なんてアプリやったかな、そのイリュー読んでてね、ああすごいなって思ったことがあって、ちょっと待ってよ、初球ストライクから投げました。あっ怪我だけはやめてね、マジ怪我しやすいんだから。フルスイン、第4球を投げました。いやーなんとか二塁に置きたいね。一塁ランナー浅間、ね、ちょっとそのアプリを今ねすごい調べたいんだよね。サンデーウェブリっていうアプリかな、これね、あの他の漫画のアプリとかだったらさ、結構エッチしてるシーンって思いっきり隠されてるじゃん。乱闘か乱闘するのか、ちょっと待てよ、今焦ってた、行ってこい理想ゲッツ。うん、オッケー、いいよ、集中も使う、とりあえず2アウトにさえしちゃえば。うわ満塁かい、もう集中ないぞ。ピチ。では改めて満塁のピンチで迎えるバッターは山梨。最初のバッターボックスはサード。内角。第9。よし、オッケー。いやー危なっかしい。オッケー、オッケー、オッケー、いいよ。リプレイをご覧ください。藤波ワンアウト。5回の表。またのか、はい。攻撃に入ります。バッター。いやまあそのね。イリュー読んでて、
そのまあエッチしてるシーンとか、まあ、そのおっぱいとかが隠されてないの、それがすごいなと思って。これでツーアウト、ランナーありません。バッター日本のキャプテン吉田、第一打席はファーストフライに倒れています。打ちました、これは内野ゴロ。いやヒンダですな戻ってきたな、この感じな。この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは白崎、今日の第一打席はスイングアウト、打ちましたショート右、吉田ボールを取り一塁へ送ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って佐野、ここまで2打席連続三振、打ちました。 OK 噛みました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは今福田、はい、次は5球目投げた、いいね。156キロ速球、なんかあれですな、こういい時のイニングとダメな時がはっきり分かれてる感じがするね。打ってくんねえかな井上くん。投げた、打ちました、もや交代、惜しいよ。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター北九州の本当にみんながね、うわ結構どうでもいいなって思うことを話そうか、話していいか。俺今日晩御飯シチューなんだシチューなんだよ、シチューなんだよ。いやでね、まだ迷ってる、ご飯で行くかパンで行くかで迷ってるんだよね、すごい迷ってるんだよ。シチューとご飯って合うじゃん、なんか本当ダメな人はダメみたいなんだけど、俺はすごい好きで、要カレー感覚でさ、こうご飯にかけるのもいいし、シチューを味噌汁感覚でねこう飲んでおかずと一緒に食べるのもいいし、すごい俺は好きなんだけども。あれだよね、そのシチューとご飯いける派からすればさ、いけない派の気持ちがマジ分かんないよね。どうでもいいでしょ。 OK、 さあ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 、そろそろ第2球、内角ボール球打った、ちょっと待って、ちょ待てよ。うちあれかい、初回の関根選手のヒット以降何も打ってないのかい、それは寂しいな。はい、第3球を投げた、高めボール球、うまい。なんか俺アリングやる気がする。うわやったどんまい。いやマジわかんねえ、どこまで投げていいんだろう藤波さん。まあまあ0点だからな、まだいけっけどさ、なんか なんだろうね、こうピンチ招くんだろうなって思いながら使ってる感じ。あーわからんな、バントかな、盗塁かな、盗塁気がするわ。ラッキーじゃない。あ今ね普通にアウト取れたかな思ったけどもね、バウンドしてたんだね。オッケーいいよ。え今いくつなの当てるべ、もともとの年齢あんま知らないんだけど28と予想。32ってことはあれかい、シーズン始まった時が28ぐらいってことかい。もうそんなんか。はい、ここで一発か。第2球投げました、打った当たりがボールはライダーに打ち、いいヒットだね。いや1点で済ませたいですよ、済ませたいですよ。第2球投げました、打ちました、ピッチャーがやる、ライトバックホーム、佐野ナイスバッティングです。今この状況でこのマイナス能力いっぱいあるのはちょっと怖すぎるわ。あやばいな、困ったな。
野中くんあたり行きますか。藤波。はい。第4球をランナースタートを切った。はい。いやあ、ブネン左投手ええって持ってたぞ。さあ、なんとか。バッターは小さなバット、マカノ。ここまで2三振といいところがありません。次が5球目。これは引っ掛けた。フラフラッと上がった。ファースト落下点に入りました。取りました。あまりにも打てないよ。ランナーはありません。バッター、尾藤の回答、佐藤。今日は三振打った。本当に打てないね。これで2アウト、ランナーありません。バッター、日本のキャプテン。この仕様はどうにかしてほしいね。ちょっとね、こう内部データちゃちゃっていじれば済む話がちょっとアップデートでどうにかしてほしい。やられたぜ。ここまできっちり1アウト。バッターズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターは頼れるスケット、モヤ。投げた。これはいや取りました。ここ最近はあれだよ、 1-0 のゲームしかないよ。寂しいよ。いやー、松坂君、いや、これは取れるんじゃないか、大丈夫かな。オッケー。今日4度目のバッターボックス。投げた。投げ、ナプチ。空振り三振。高めの変化球でスイングアウト。さあ、どうにかしようや。なんか弱点ないのか。負けよ、本当か。本当か。トシ君で。バッターは夜のバット、佐藤。はい。さあ、5球目。スラブ、空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは北九州の鉄砲が、ヤギ沼。マジ打てねえな。三振。はい。バッター、オズの魔法使い、岡。ブルーチキンズ、鈴木様に代打を起用してきます。打ちました。本当打てない。キャッチャー落下点。とりあえず一発ぶつけ合う形にはなるから、出てこい。まあヒットさえ打てれば、その後ビッグベースボールかスモールベースボールだよね。オッケー、ナイバッチ。これはビッグベースボールかな。ビッグベースボールだろうな。今日は安打を放っています。バッターのビッグベースボール。さあ、ここで何を仕掛けてくるでしょうか。よし、期待している。お願いします。第9投げた。お、いいね。だって今俺のお願いしますの言い方、ラッスンこれだと思う。いいよ、ナバッチ。さあ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 、こっから逆転よ、逆転よ。今いくつだい。今いくつだい。34。さあ、引っ張りでしょ。第4球を投げました。うわくそ。今な、師匠を待った時いけるかと思ったよな。まあまあまあ、追いつきましたよ、追いつきましたよ。はい、こんなもんですか、こんなもんですか。はい、9回の裏、これからバブルーズの攻撃に入ります。先頭バッターは西浦、ブルーチキンズ。このバッターでは塁に出したくないとか。野中降板。よし、第2球投げました。打ったピッチャーが、くー、負けたくねえぞ。バント。ブルーチキンズ、ここはバント。くそ。え、まあ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 、結果アウトだからな。オッケーです。掴みました。ボールは中継。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第9、西浦スタート。これはストライク。キャッチャー。完璧です。素晴らしいです。あ、流し持ちだったら大丈夫かな。投げました。2球目ストライク。
勝ちたいね。投げました、高めボール球打った、ショートバウンド。こういう試合拾いたいですよね。軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。ゲームは延長に入ります。バッターバントの三塁打。頑張れ。まあスモールベースボールが残ってるからね、まあその状況にもよるけども、しっかり使っていきたいですな。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。そろそろ打てんじゃない。投げました、打ちました、フラフラッター、どんまい、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。うん、離島の回答佐藤、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。投げた、アウトコース、まあしゃないな、しゃない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 、最後は空振り。3バッターは9番西野。おい、藤島交番。西野って思ったけどさ、最近のプペル押しすごいよね。初球打ってきた、抜けた。いつか金曜ロードショーあたりでやれば見ようかなと思うけど。1番に帰って佐野。第2球西野走った、打ちました、ヒットエンドラン、ショート右、セカンド、オーケー、いいね。オッケー、いいよ。いやー、そろそろ点を取りたいな。延長11回の表、ブルーチキンズ攻撃に入ります。バッターは日本のキャプテン吉田。おい、ふーん、ふーん、誰か代打いきますか。はい、バッター幻の牛若間、キラサワ、打っといて。次が6球目、投げた、打ちました、ドマ、ボールを掴んだ、ドマイ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター夜のバット、頑張れ。第3球を打ちました。誰でもいい、もう一回チャンスを作りたい、もう一回チャンスを作ってそれをものにしたい。まあ、あー、ちょっと待って、次誰投げさせようかな。誰投げさせよう。さあここはシュート、今回はクリーンアップからの攻撃。まあ9回でしょう。ちょっと松林くん無理だね。今シーズン初登板かな、もしかしたら。まあ行きましょう。交番、試合出てたんだ。あ、てか防御率ゼロなんだ。はい、第9、初球打ちました。 OK、 いいよ。いや勝ちたい、本当に勝ちを拾いたい。バッターは5番中川。はい、さあ今季は5球目、変化球、空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました。桑原見事バッターを抑え切りました。延長11回の裏から入るか。1対1です。小俣降板、左の山田、これが27試合目の登板。どういった立ち上がり。スモールベースボーラーも使うか、先も使っといていいんじゃないかな。スモールベースボール、ブルーチ、イエーで一発から入って、まず塁に出ること、ホームランだったらめっちゃラッキー。行ってこい。まずはノーアウトのランナーを作る。いやー、くっそ宗くん、いやちょっと待てよ、セーフティーバントちょっときつい気がすんな。なんとか普通に打ってもらうしかないね。第9、いやー、いい当たりなんだよな。一塁へ送る、西野うまくさばいています。関根、いい当たりでしたが、ちょっと浅野選手どんどんして、これで2アウト、ランナーありません。打ちました、ナイバッチ、いいね。浅野、いいバッティングを見せ、バッターは4番アリン、これが5度目のバッターボックス。野間くん出して走らせるわ。なんか それが一番ワクワクするパターンな気がする。もう読まれたらしょうがないでしょ。そこで成功するのが多分一番楽しい。はい、第
素敵。これは楽々セーフ、盗塁成功です。これで通算、いや勝ちたいな、ここまでいったなら勝ちたいな。リプレイをご覧、よし、はい、第2球、アリング頼む、指示ははまらんかった、頼む。次は4球目、投げた低め、ボール球打った、取ってやる、3アウトチェンジ。まあ野間君そのまま守備ついてもらいましょう。はい、ブルーチキンズ延長12回の裏、はい、これからバファローズの攻撃に入ります。めっちゃ打ってんな、ブルーチキンズ。まああとは引き分けしかないよ。はい、第4球はいやーなピッチ、空振り三振、低めの変化、向こう一発あんだよな。うわもうダメだ、嫌な予感する。うん、まあまあまあ、だいたいそうだろうね。お、うちは今一発一個溜まってっから。投球これから5球目。打ちました、痛烈、サヨナラか、サヨナラか。入った、サヨナラホームラン。かっこいいわ。これはかっこいいよ山橋くん。君今いくつだ。もうこのゲームなら6年目ぐらいの選手になってんのかい。悔しい敗戦です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日はかっこいい、かっこいい、大活躍です。うん素敵、いいよ、よかねえけどいいよ。素敵素敵、ナイスホームラン、かっこいいわ。負けちったか。はい、明日、まあ多分もうちょっと A クラスはきついのかなと思うので、明日の動画はシーズンラストの試合をねちょっと撮りたいなと思います。どこですか、ソフトバンク戦ですね、10月の19日、撮りたいなと思います。はい、まあちょっとそれまでにねピッチャー、規定まで届けばいいんですけどもね、一応起用法は変えたから まずそこでどうなるかだよね。じゃあまあ、終わりましょうか、終わり、バイバイ。